火山防災研究部門の宮城です。皆さんご存知かもしれませんが今から10年前の2014年9月27日に長野県と岐阜県の県境にある御嶽山で噴火が発生し多くの方が亡くなりました死者・行方不明者62名というのは火山災害による被害者数としては戦後最多ですこの噴火が発生した時にですね災害対応にあたる地元自治体で さまざまな課題が浮き彫りになりました。今日紹介する実証実験はこれらの課題解決を目的として地元自治体と協力して取り組んだものです。実験の概要です。この御嶽山で行われた実証実験を御嶽山チャレンジ2023と呼んでいます。ちなみに昨年度も実施したんですけれども、それは御嶽山チャレンジ2022と呼んでいました。 昨年度と比べてどこが変わったかと言いますと、まず実験対象エリアを広げました。昨年度はこの緑の部分、黒沢口登山道のみを対象としていたんですけれども、今年度はこちらのオレンジ色の部分、大滝口登山道も新たに実験対象に加えました。それに伴って連携する自治体も昨年度の基礎町に加えて大滝村にも今年度参加していただきました。 実験では、登山者に約4センチ四方の小型のビーコンを配布し、これを持った状態で登山をしていただきました。各登山,者あ各登山道には事前にビーコンが発信,発信する信号を受信するレシーバーを設置します。こういうスマートフォンを、ね、レシーバーとして使用いたしました。これにです、ね、ビーコンを持った登山者が近づくと信号を検出して、離れると検出しなくなるという機能を利用して、 登山者の動きをモニタリングしましまたレシーバーは山小屋や道標、シェルターなど登山道に沿って合計21箇所に設置しました地元自治体である木曽町と大滝村にはレシーバーの設置やビーコンの配布など実験の実施にあたって多大なご協力をいただきました実験の結果です実験で得られる登山者動態データから各ビーコンの 各レシーバーに対する到着時刻、滞在時間、出発時刻がわかりますそれらを整理することで各登山者の登頂時刻や登山に要した時間、移動速度などがわかりさらにデータを分析することで登山者の分布とその時間推移それから登山パターンなどがわかりますここではですね例として県上根山頂で検出された登山者数の時間推移を紹介しています 登山者数のピークがですね、午前中と午後の2回あることが分かります。それから2010年の噴火の火口から 1km の範囲、こちらの地図でいうとこの赤い円の中ですけれども、この1 k ロの範囲にいる登山者数の推移というのをこちらの図で示しています。この推移からですね、まあ、簡易的ではありますけれども、登山者の曝露評価を行うこともできました。 これらの結果を地元自治体と共有して情報の活用に関しての意見交換を行いましたその結果事前防災における周知活動や防災対策を行う際に参考になるということが分かりましたまた結果を訓練に活用することによってより実践的な訓練を実施することが可能になると見込まれます来年度は御嶽山火山防災協議会と連携してこれらの結果を生かした防災訓練を行う予定です